チャオ、あちゃんです。今日は2月の27日、土曜日、あちゃんちのお昼ご飯は、昨日の、お鍋の残り汁で雑炊作ります。これね、昨日のお鍋のね、これをちょっとね、温めね、ちょっと汁少ないね。汁少ないからね、ここにね、ちょっとだけね、トマトジュースを入れます。もうね、トマトジュースもちょっと入れます。味薄なるはずなんでね、これにね、マトケチャップをね、味をね、ケチャップ、これリコピンリッチね、ちょっと味を見とこう。うん、いい感じだね。もうちょっとトマトジュースと塩が欲しいな。どうだったかな、2合ぐらいご飯かな。小さじ1ぐらいでちょっと足らんかな。もうちょっと塩欲しいな。小さじ2やな。これで小さじ2で、ここにね、タレが入るからね、チーズが入るから味が多分ね、締まるはずやね。うん、おいしい。でね、沸騰させて、鶏肉、これをね、火の鶏肉をね、これ入れておきます。鶏肉をね、しっかりね、煮やしておきます。
シノツリがね、ちょっとね、ちっちゃいミニ。さてさて、お湯でいきましょう。これでね、ちょっとね、沸騰してきたらね、ちょっと肉をね、きっちり煮やします。しっかりお肉を煮やしてね、ご飯をこそっと入れちゃいます。今もね、平貝自由卵、これをね、見ましょうかね。3個しか残ってないから、あとね、また平貝のいい卵ができます。しっかりね、ご飯をしっかりつぶします。ご飯をね、しっかり煮していきます。よいしょ、1個ね、なでしこ卵が割れとったんで、なでしこ卵1個と、で、これ平貝、800円の卵。いろんなもん混ぜます。これをね、そこから、ね、焦げないように、よーく混ぜます。煮やしときます。この間卵をね、しっかり混ぜて、いろんな卵がね、混ざってます。体にね、卵を使うっていうのがすごいいいことなんでね。これでもね、卵5個使いました。そこからね、まっすぐ混ぜてね、で、ここにね、卵をね、いっぱい使って、で、煮やしてる、この上に、さらにここにね、チーズをバラ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 、もう1個卵を入れるかな。もう使うかな。これで蓋しときます。ちょっとね、もう見せて、これね、とろけたら完成。じゃあないわ、忘れとった、おねぎ
ネギさんも。こっちの卵のね、ふんわり感がちょっと出ないね。こっちに。よし。もっとガッツリ煮やしてから入れた方が良かったのかな。あんまりやっちゃうとね、焦げちゃうからね、そこがね。ここが焦げへん程度にはなんと。まあでもね、これでね、多分いけてると思います。いい感じに煮えてきたんでね、食べましょうか。よいしょ、よいしょ。